うしゃーのもパはいどうもパネモス協会でございます。というわけでただいまもう9時40分、ただいまより晩酌を始めたいと思います。久々にファイナルファンタジーをやってたんで、まあまあちょっとめんどくさいとこでしたねというわけで今日は、まあ、食べ物はね地味てかお昼のお弁当に食べたのと一緒、プチトマト、赤ウインナー、マルシンハンバーグ、卵、こんな感じですね。まあこれだけです、まあ、別にそんな腹減ってないんで昼飯結構食うたんでね。でお酒はいつもと一緒、こだわり酒場レモンサワーの追いレモンでございます。はい、というわけで乾杯。昨日はねあれ見てましたわ、て一気見しちゃった、あの赤ウインナーまだ赤ラッキー、僕だけがいない街。結構だけどね、展開としては、まあ、11話か12話ぐらいで終わるやつやったからさ、まあ 先を見て分かりやすいっていうか、いやにそんな複雑な感じじゃなかったからさ、考察が結構当たる感じではあったんやけど、まあでも面白かったよ、ね、うん、シンプルで。タイムリープものでね、なかなか楽しめました。今日は何見ようかなって感じやけど、どうなんやろな完結してるやつにしたいんですよ文豪ストレイドッグスも完結してへんし、最近見てて全部完結してないんですよ。永遠の消防隊にしろ、何見たっけ、リゼロにしろ、週末のワルキューレにしろね、もう、まあ、原作は完結してへんから、なかなかね途中で終わって消化不良なんですよね。消化不良って不完全燃焼って感じ、気持ちがまあこんなこんなで今日は何見ようかなってちょっと迷ってるんですけども、今日アフヒル投稿したね、今昼飯動画であげたね、あの言ったらあのお弁当の、まあ、お弁当いつも一緒の感じで書いてた人に俺が怒ってたみたいに書かれて書いてた人もいるし、まあ多分そう勘違いしてる人もいると思うんですけど、怒ってないから言いたいことは言ってるけど怒ってないからねよくも俺の喋り方とか俺の性格っぽいので怒ってるみたいに思われるんやけど、怒ってませんからな、あんなもんで怒らんよ。分かるよって言ってるやん動画内でも、言うのは分かるですよ動画的に。それが動画的にはやっぱその見た目的なもんも地味やし、地味っていうか変わり映えないからさ、言うのは分かるよっていう話よ。その人が書いたこと自体は別に間違ってない、普通やから、そんなもんぐらい当たり前の話。だって動画として見てるのは、見るからのスタンスっていうのは人それぞれやからさ、例えば昔から見てる人やったら俺はそういう人間だみたいなだけで通じるもんもあれば、最近見始めた人からするとお弁当動画が仮に始めた人からしか見てない人からすると、普通のってか一般的な YouTube みたいにね毎回違うことでもすんのかと、なんかやんのかと期待するやん、まあ、当たり前やと思うんやけど、そんなもん YouTube っていうもそういうもんに捉えてる人らが多いから、みんな登録チャンネル登録よろしくとかさ、グッドお願いしますとかさ、あの再生数でキャー言うてるような人らもが普通やからさ、 YouTube なんて普通ってそういう人らがほとんどやからさ、俺みたいなスタンスでやってるとか多分おかしいと思うんですよ。おかしいって普通じゃないと思うんですよ。だからそういう人からすると、最近動画見始めて弁当ばっかりこういう人は作ってんなと思うけど、変わり映えないやんと思うのは当たり前の話やから、これこっち俺の性格まで知れよと思わへんから、まあそういうのも含めて、まあそれは書くのは分かるよと、っていうのを踏まえての話ですよ、だから今日は俺は動画を投稿する意味みたいなもんと、日記屋っていうのを言ったりとか、
あとはまあそんなもん俺は日常的なもんとしての記録として置いてるだけであり、弁当をいろいろやりたいと思ってやってるわけじゃないから、自分がちょっとその時や食べてみたいもんやってみるとか、あるもんをやってみてから、まあそう言われるかもしれんけど、俺の動画こういう動画いやいみたいな感じで言うただけの話ですよ、うん、その人が別に悪いわけでも何でもない、うん、文句ではないと思うから、それはただの意見やから、いや分かりますよって話ですよ、うん、まあ、この間もアホほど絡んできよったやつにはもうコテンパンに言うたりましたけど、まあだけど、まあ、そういうのでない限り別に怒らないよそんなことでこんだけ長らく動画やってたら、うん、でもね、最近前から思うんやけど、俺の喋り方とか、まあ、キャンプ動画を今回見た人は分かると思うけど、いや同級生と喋ってるみたいな喧嘩みたいに見える人は見えると思うよ、喋ってる感じが、言葉尻が気づいていうか、うん、俺スペイン行った時にスペイン人が俺とその同級生が住んでたところ住んでたけど、俺とそいつらが普通、そいつが普通に喋ってるだけで喧嘩してんのって思われたらしいからうん、と思われるぐらい多分その言葉がわからんやつでもきつく聞こえるっていうのはあるんかもしれんけど、か俺からしたらそう普通やからさ、別に言いたいこと言ってるだけで、で別に怒ってない、怒ってるとかじゃないんやけどっていうふうにちょっと思う。まあただだけどそう取られることもあってもしゃあないかなとは思うけどね。だって方言によってはね、その言葉がきつい方言のどこかってあるわけやから、言葉の感じのニュアンスがね、耳なじみとかね、うん、まあそれは知らないけど、まあ別に怒ってないよと、うん、もしそれ書いたコメント、そのコメント書いた人これ見てるかもしれないけど、怒ってないからね、俺は怒ってませんからね、うん、俺が怒ってたらもっと分かりやすいと思うよ、ムカつくとかバカとかアホとか死ねとか言ってても、その人に対してうん、普通に、うん、まあ、そういう感じですね、うん、まあだけど基本的に人にどう思われてるのか誤解されてる方が俺はそのままでいいと思ってるんですよ。じゃあコメントにもいちいちそんな言うなよとかって思うけど、コメントは誤解してないとか、あの俺が思ってんのと、まあ、まあ誤解なんやけど、まあ、それは誤解なんやけど、誤解してたりとか変に思い込んでる人とか、まあ、自分の中でそうやと思い込んでる人はもちろんいるわ、まあ、それも誤解か、その子も含めて、うん、まあ、別に誤解してたらええと思うけど、ただ書いたら反論はするやんって話よ。書かれた分にはいやそうじゃないよって言うけど、別にその人らが勘違いしてずっと俺が目に触れないとか勘違いしまくってて一生言ってくれたところで俺が何も関係ないから、それはいいんですよ。みんなに理解してもらおうと思うの俺は全然思ってないから、うん、むしろ理解してほしいと思ってないから、うん、気に入る人だけ、会う人だけ残ってたらいいと思ってるんで、基本的に誤解されたまんまでも俺はいいんやけど、ただそれが文字としてコメントで出てきた分には違うもんは違うって言ってるだけの話、普通の話やそれ、うん、そうでしょ。日常生活でも頭の中でこいつ頭おかしいんちゃうかなと思ってたって、口に出してお前頭おかしいですよねって言われたら、おー違うぞって。だからただ仮にこいつが俺のこと頭おかしいと思ってたって別に俺は知らんかったらそれでいいやから、うん、意思を誤解していったままでいいね、それと一緒の感覚かな、うん、そんな感じですよ。まああの怒ってる風なとこあるけど、別に俺そこまで怒ってないから、いつも言いたいだけとかね、うん、こんなもんあるよ、ムカつくわーとか言ってる時だけど、その瞬間ムカついてからも言ったら終わりやから、言ったらすっきりっていう、そういう感じなんで、うん、ストレス発散とかでもないし、怒ってたとしても別にそんなむちゃくちゃ怒ってないけど、言ってるうちにヒートアップして、まあ、それは怒ってんじゃないよな、言ってる自分が楽しくなってきてヒートアップすることの方がいいね。もうどんどん言ってるうちにこいつムカつくわーってなっていくことは俺あんまないのよな。対人やったらかもしれない、逆に対人の方がヒートアップするかもしれないな、うん、対人っていうか、まあ、対あの人と面と向かってる時の方がカチンとくることはもしかしたらあるかもしれない、その症状を見てたりとか、そんなんで。ただ文章ではここまで圧もならないよ、だって何も書かれてたって、
だから結構コメントの長いやり取りしてると俺がヒートアップし本気になってると思われたりするんやけど、俺は別にそれも楽しみというか面白がってやってるか、こいつどこまで来るのかな、どんな感じで来るのかなと思って、さっきも言ったけど俺別に赤の他人に何も理解してもらおうと思ってないし、そういったどう思ってはどうでもいい話で俺関係ないんですよ。だけど意見言ってくる人、俺にそれ を押し付けたい、もしくは注意したい、うん、こいつに分からせたいと思って書いてくるから、俺別にそいつを全く言える気がなかったら別に、あそうなんやって違うし、でもそうじゃない、うん、知らん、俺に関係ないやんって言って返してるだけやから、俺別にそいつに何も望んでないから、俺は永久に返してるんですよ、答えてるだけやから。アンチコメント来た時にしてもある時も俺は違うから違うって言ってるだけであって、だけど向こうはなんで違うかどうのこうのって俺を諭そうとするけど、俺別にそれ諭されようと思ってないし、いや逆にこいつが言ってることはおかしいと言うかもしれんけど、別にお前は変わってほしいと思ってないから、俺はだから親の考えは別に変わらない、そう思って一生生きやと思ってんけど、向こうはこっちを言いまかそうとしてくるから、最初から俺は言ってきたことに反論してるだけであって、反論っていうかまあもう、まあ、反論やな、反論してるだけであって、相手を言いまかそうっていうか相手にどうなってほしいと思ってないから、いや無理とか、いやいやとか言うだけで済むわけですよ。なんでそんなことしなあかんのか、理由を教えてくれとかね。だから確実にだって質問してさ、相手をどうこうしたい人の方が立場弱いというか、人を言いまかすのって難しいと思うからさ、だっていやで結局だって俺そんなんしたないしって言われたら終わりやからさ、知るかみたいな、これが俺じゃ言われたら終わりやから向こうは、どうやったってあんなのさ、ああいうコメントでのやり取りしたってさ、俺がそいつに何か要求して何か変えさせようと思うんやったら、それはまた労力が言うし、それ大変やけど、基本的に俺はそれを言われる立場の方やから、うん、いくら言っていようが知るかボケで済む話やから、なんぼでも言い返せるし、逆に言ったらそいつの書いている荒探しとして俺は楽しんでるんよね、アンチ事実とかにしても、そういう感じなんで、熱くなってるというよりかはいろいろ突っ込みどころを突っ込んでるの面白いからいろいろ長くなるっていう、それだけの話ですね。怒ってないよな、こいつもどうやって来るんやろって常に思ってないから、だってそいつの要求なんか俺最初から読むつもりはないし、じゃあただ単に否定していったりとか、なんでそいつがそういうのかほじくり出させようとしたら、どんどん自分からボロ出してくるから、だって本質開ければ、だってさ、アンチとかそういうまともなコメント書いてると思ってる人でもそこまで俺に変わってほしいと思わないでしょ、皆さん。なんか俺が間違ってると思って、もうそれを、まあ、注意、まあ、言うぐらいまで言ったらええけども、別にそれを俺は聞かへんかったらどうでもええやん。でも違うんですよ、たまにそんなに頑張って食いついてくるやつもいますから。そんなやつはだからどこまでやんにゃら来んにゃろうなと思って、まあそれを変えてきてるところのあら探すのとかも俺は好きやから、コメントだらだらずっと応戦してるっていうのは長く続いてるいうことはたまにあるね。そんなも含めてアンチいじってんの含めて俺の趣味です。俺が楽しいからやってるだけで、アンチ相手すんなよって言われたって、それちょっとこいつほじくった方が面白いなって自分の好奇心が抑えられなくてそいつに絡むっていうだけの話で、どんなやつなんかね、分かるやん、繰り返せば繰り返すほど博識ぶってたりとか知識人とか善良ぶってたって続けていくうちにボロが剥がれてくるやつもいるし、それを見ていて面白いなと俺は思ってるだけでございます。はい、まあというわけでね、まあそもそも性格は私は悪いので、そういうところは。だもんでね、あとなんか何やったやろ、まあいいか、いろいろなんか勘違いされている方々もいらっしゃることも多いと思うんですけど、まあ勘違いしてる人は勘違いずっとしといてもらったらそれでいいと思うけど、書いてきた分には違うのとは違うって言うかもしれません。以上でございます。別にどう思われてても別に私は結構ですんで、
書いてこない限りはそういうことで、まあ、あの好きなように思っておいてくださいという動画でございました。というわけで、まあ、15分も喋ったし、もう10時になっちゃいますんでね、言ってる前に、これパッと編集してなんか見たいと思います。というわけで、良い週末を、休日を。明日、今日七夕は先月や。今日、明日で終わりか。オリンピック閉会式。で、パラリンピック。うん、まあ、見たい人は見てあげて、見てください。はい。というわけで、また来週。お盆休みか。よう休める可能性のある人多いかもしれんけどね。まあ、とりあえず明日仕事の方は私も仕事です。ですので、一緒に頑張りましょう。ほな。